こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ピクターリクについて解説していくぜ。あ、それって、古生代に存在していた生き物だね。生物の進化は非常に興味深いものだが、生物が陸上に上がったという事実もまた興味深い。まず第一に、古生代の海で繁栄を極めていた魚類がなぜ陸上に上がる必要があったのか？ということだぜ。仮にその必要があったとして、どのようにしてそれが可能になったのかも気になるね。この動画では、魚類と両生類をつなぐ進化の架け橋ピクターリクの謎に迫っていくぜ。面白そう。それではゆっくりしていってね。古生代は地質時代最初の時代で、生物の多様化や3回もの大絶滅など生物学的に非常に重要な出来事が目白押しだったんだ。デボン紀後期の約3億7500万年前に生息していたピクターリクの話をする前に、その前後の経緯を見ていくぜ。うん、そうだね。古生代はカンブリア紀、オルドビス紀、シルル紀、デボン紀、石炭紀、ペルム紀の、6つの時代で区分されているぜ。なぜそんなに細かく分けられているんだろう？一つの時代が細かく区分されるには理由があり、それぞれが特徴を有しているんだ。どんな特徴なの？古生代デボン紀までは、地上には多細胞生物がいなかったんだ。だから必然的に舞台は海が中心となるぜ。カンブリア紀以前の海には、地球最古と考えられている無脊椎動物を含んだ。エディアカラ生物群と呼ばれる生物群が存在していた。カンブリア紀以前の海は、私たちが想像すらできない世界だったんだろうね。そこには私たちが想像するような姿で泳いでいる動物は存在せず、不思議な形をした生物が漂ったりしていたんだ。クラゲやゴカイなどに近い仲間もいたようだ。これらの動物は、発見当初は植物との区別すらつかなかったため、生物群と呼ばれていたぜ。植物と区別がつかないほどだったなんて面白いね。生物の世界には捕食関係も発展しておらず、漂ってきた栄養素などを摂取していたと考えられている。捕食関係が発展していなかったのは、この時の生物が、まだ外骨格を持っていなかったからであるとも考えられているぜ。ふむふむ。外骨格を持っていないということは、化石として残りにくくなるということも意味している。しかし土砂などの堆積物に埋もれた場合には、死体が分解される前に保存状態に入るんだ。ちょうど当時の地球では火山活動が活発であったため、多くの堆積物が降り注ぎこの条件を満たしていたと考えられているぜ。だからその当時のことを私たちが知ることができたんだね。カンブリア紀は、エディアカラ動物群に見られた生物界の特色がガラリと塗り替えられた時代だ。その初期にはカンブリア爆発と呼ばれる生物の爆発的進化が起きているぜ。どんな生物が生まれたのかな？ここで登場するのは、おなじみの三葉虫などの節足動物だ。節足動物の特徴は外骨格で、これにより動物は運動性を獲得したんだ。運動性が獲得されればより自分に有利な栄養を摂取できるようになるぜ。つまり、多様な捕食が可能になったわけだね。もちろん、運動性だけが捕食性の進歩をもたらしたのではない。生物の形状も多様化が進んだぜ。カンブリア紀の初期に生息していた動物たちはバージェス動物群と呼ばれるが、この時代の生物たちはエディアカラの動物たちに輪をかけて奇抜な形をしていたんだ。アノマロカリス、オパビニア、ハルキゲニアなど代表的なものは知っている人も多いと思うぜ。教科書に登場しているよね。そして捕食の連鎖が生まれると、生物たちは自分たちの種の保存の方向にも進化したぜ。代表的なものは外骨格を進歩させ防御力を高めることだが、生息域を選択し、従来の生物がいない環境を選ぶものもいた。こうして、生物は世界各地にそれぞれの特徴を持って広がっていったんだ。次のウルドビス紀は？カンブリア紀があまりに注目されるので見落とされがちなのだが、オルドビス紀も生物多様化の時代だったんだぜ。どんな生物がいたの？この時代には従来の節足動物に加え、オウムガイなどの軟体動物、筆石のような反作動物が発展したぜ。ほほう。シルル紀は生物の上陸が特徴だ。この時代に節足動物は陸に進出し、最古の陸上植物も出現したぜ。人の祖先も上陸したの？いや、私たち人の祖先である脊椎動物たちはまだ陸上には進出していないぜ。まだか。この時代ならではの現象としては、植物が腐りにくかったということだ。どういうことかというと、この時代には初めてリグニンという物質を有した植物が登場したが、実はこのリグニンを分解できる微生物がいなかったんだぜ。私たちが当たり前のように認識している腐敗という現象も、当時の陸上では当たり前ではなかったんだね。そして、デボン紀だ。デボン紀最大の特徴は脊椎動物の陸上進出だぜ。これは同時に両生類の誕生を意味している。ピクターリクもこの時代に登場したんだぜ。ついに来たね。
そして、節足動物の世界でも昆虫が誕生した。恐竜時代のイメージが強いアンモナイトも、デボン紀に登場しているんだぜ。ふむふむ。デボン紀に次ぐ時代は石炭紀だが、石炭紀には両生類から爬虫類の祖先である、竜球類と哺乳類の祖先と考えられる探球類が登場した。いろんな生物が登場しているんだね。魚類はデボン紀までに大方の進化を終えていたんだ。デボン紀の時点で存在していたのは、大きく分けて、バンピ類、玉魚類、軟骨魚類、甲骨魚類の4つのグループだぜ。それぞれ、まだ現存しているのかしら？バンピ類や玉魚類は絶滅してしまい現代にはもう残ってはいないが、軟骨魚類、甲骨魚類は現存しているぜ。そしてこれらに加え、ヌタウナギやヤツメウナギのような、どれにも分類できないような種類もいるんだ。軟骨魚類と甲骨魚類は、どんな生き物のことなの？軟骨魚類は、サメやエイだ。軟骨と聞くと名前的に強さがないように思われがちだが、浮き袋という魚類に連想しがちな特徴を持たず、さらに軟骨の密度が普通の骨よりも小さいことから、比較的深い海を含む広範囲で捕食活動ができるという強みを持っているんだぜ。ふむふむ。甲骨魚類には、現存する魚類のほとんどが属する蒸気類や、ハイヨやシーラカンスなどの肉気類などがいるぜ。生きた化石で有名だね。そして数億年も変わらない姿で存在しているということは、海の中の環境は昔から大きく変わることはなく、さらにその海の中で、自らの地位を確固たるものにしてきた証でもあるぜ。確かにね、デボン紀に初の両生類が登場し、彼らが陸上に進出するまで脊椎動物は、魚類までしかいなかったわけだから、私たち人間が属する哺乳類という種は、元をたどれば魚類に行き着くんだぜ。どのように哺乳類と魚類が繋がっていくのかしら。いよいよ核心に迫っていくぜ。先ほど登場した肉気類と蒸気類も、ヒレがあるという点ではどちらも魚らしい魚で大した違いがないように思うかもしれない。しかし、肉気類と蒸気類は全くの別物と言っても良いほど違うんだ。そして、この違いが魚類の進化にとって決定的だったんだ。どんな風に違うの？ヒレは魚の最も大きな特徴だが、蒸気類のヒレには骨のような筋があり膜状になっている。一方、肉気類のヒレには骨と関節まであり、肉質で分厚かったんだぜ。ほんとだ、全く違うんだね。魚類は両生類へと進化し陸上へと進出していったのだが、気になるのは一体どうやって魚が陸上へ進出していったのか、またどうしてそうする必要があったのかということだよな。そう、そこなのよ。まず一つ目に、圧力という壁が考えられるんだ。生物が陸上に進出するとなると、浮力のあった水中を出て、陸上では大気の圧力をもろに受けるわけだから、当然骨が丈夫でなければいけない。かつて生物の進出では骨に焦点が当てられていた。陸上生活に必要な骨が出来上がったから陸上に進出したというんだ。だが、この観点ではそもそも魚の骨が発達したこと自体を説明できていないんだぜ。確かに、陸上に進出するに従って骨が発達してきたというのは事実であると考えられるが、水中であっても深度が増すにつれて圧力は増していく。従って骨の強度は必要であり、魚類は大気圧に耐える骨を獲得する前に、水圧に耐えられる骨を獲得していたため、骨の強度は発達していったんだ。なるほどね。また、海の中には生物に必要なミネラルがある。海水にはナトリウムをはじめ、ミネラルが豊富に含まれているんだ。魚類たちは陸上どころか川に進出するためにも、この問題も解決しなければならなかったぜ。それで、どうしたんだろう？実は、このミネラルの問題を解決したのも骨であると考えられているんだ。骨は主にリン酸カルシウムでできているが、リンもカルシウムもミネラルであり、生物の生理機能に必要な物質だ。生物はこれらの摂取が不足すると、骨から供給するんだぜ。ほう。このように、魚類は水中にいながらにして陸上生活に必要な骨格を徐々に獲得していったんだぜ。そうだったんだ。そして二つ目に、呼吸方法という壁がある。私たち人間が海の中で呼吸ができないように、魚類も一般的には陸上での呼吸ができない。生物として同じ酸素を必要としているのに、種によっては全く違った呼吸システムを有しているんだぜ。魚類が陸上で生活するようになるには、エラ呼吸ではうまくいかないよね。呼吸システムの適応はかなり大きな障壁であったはずだ。そして基本的には海の中にいる以上、エラ呼吸以外の方法に頼ることが両案だとも思えないぜ。じゃあ、なぜ魚類は肺を獲得するに至ったのかしら。そのヒントは肺葉にあるぜ。肺葉は古生代から姿を変えずに現存している数少ない、生きている化石の一つだ。肉気類に分類されるが、その数はシーラカンスを含めても10種程度しか存在していないぜ。名前の通り、肺を持っているんだね。
そしてこのことから、両生類の特徴を有しているユニークな魚類種でもあるんだ。廃魚が発見された当初は、廃魚は両生類か否かという論争まで巻き起こったと言われているぜ。不思議な生き物だもんね。廃魚はこのようにかなり両生類に近い存在であり、このことは言い換えれば最も陸上脊椎動物に近い魚類であるということだ。これは最近、ゲノム解析でも明らかになっている。ほう、そうなんだ。そんな廃魚だが、呼吸の大部分を肺呼吸に依存しているため、水中に長時間いると酸素不足で窒息死してしまうんだ。逆に言えば、水が干上がってしまっても廃魚は肺呼吸をしながら生きることができるということだぜ。すごいよね。この特徴を活かし、廃魚は独特な習慣を持っている。それは、過眠だぜ。冬眠じゃなくて？冬眠ではなく過眠だ。これは粘膜と泥をまとった状態で地中に潜り、肺呼吸をしながら換気をやり過ごすために廃魚が独自に身につけていったものなんだ。ということは、廃魚は浮きと換気のはっきりとした気候帯に存在していたということが考えられる。また海の水が干上がることは考えられないので、淡水に生息していたことになるんだぜ。でも、海に暮らしていた魚がなぜ淡水に登る必要があったのかな？これについては様々な考えがあるが、一番の理由は魚類の繁栄だろうな。魚類が増えてくると、当然自分たちの食料を十分に確保できなくなるというリスクにさらされてしまう。これはどの生物でも同じで、人間であっても人口が増えすぎれば、ある土地で賄えていた食料が不足していくことになり、移住を引き起こす。それはそうだね。魚類に関して言えば、心地よい住処である海から、その他の場所に出て適応していくということは不自然な話ではないんだ。さらに肺の発達の要因としては、海水中にいても起こり得た低酸素状態に適応するためという見方もあるぜ。息苦しいのは嫌だよ。こうして魚類は環境に適応するために肺を備え始め、肺炎のような特徴を持ったものも生まれたんだぜ。やっと謎が解けたよ。そもそも海水で生きていた魚が淡水で生きられないのはなぜだろうか？なんでだろう？大きな要因の一つが、浸透圧だ。魚類も人も、体内の塩分濃度はおよそ 0.9% 程度だと言われている。それに対して、海水の塩分濃度は 3.4% 前後だぜ。塩分濃度が違うとどうなるの？塩分は塩化ナトリウムだ。そして塩化ナトリウムは水に溶ける。魚の体内と海水ではその濃度に差があるんだ。夏にエアコンをつけた部屋のドアを開けると、外気との温度差がなくなるまで熱気が充満してくるよな。これと同じように、塩化ナトリウムも均一な濃度になるまで移動しようとするぜ。ふむふむ。塩化ナトリウムはイオンであり、生物の体はイオンを透過する仕組みを持っている。よって、濃度勾配が大きければ大きいほど浸透が起こりやすくなり、浸透圧が高くなるんだぜ。なるほどね。生物の体内では、塩化ナトリウムの濃度を高めようと塩化ナトリウムを取り入れる働きが起こる。この働きは浸透圧が高ければ高いほど強くなるんだ。また逆の作用として、海水の塩分濃度を下げようと体内の水分が出ていってしまうぜ。あ、梅干しはこの作用で作られているよね。その通りだ。では、なぜ魚は生きていられるのか。それは魚にはエラがあり、エラで塩分を取り除いているからなんだ。さらに腎臓でも塩分をろ過し、体外に尿として放出するぜ。魚は海水に適応した器官を備えているんだね。仮に人間が海水を飲み続けると、ろ過機能を持たないため塩分はダイレクトに腎臓へと送られ、腎臓は塩分をこしきれず機能不全を起こす。そして1週間ともたず尿毒症によって死亡してしまうんだぜ。ひゃあ。ところで、海に住む魚類が淡水へと出ていくとどうなるのかな？淡水の塩分濃度は場所にもよるが、およそ 0.01% とかなり低い。それでも少しは塩分を含むことに驚く人もいるかもしれないが、この塩分は岩などから溶け出した塩分であると考えられているぜ。さっきの話では、塩分濃度に差があるとその差を埋め、均一化しようとする働きがあるってことだったよね。塩分濃度が高い方から低い方へと塩化ナトリウムが移動し、逆の作用として水が出ていってしまうんだ。海水魚が淡水に入るとこれと逆のことが起こるぜ。今度は体内の塩分濃度の方が高くなるので、塩分は外に出ようとする。その逆の作用として水が体内に入ってきてしまうんだ。すると海水魚の細胞は水分で膨張することになる。さらにエラからも水を取り入れているので、体内の塩分濃度が急激に下がり、やがて死に至るぜ。海水魚にとって、淡水は毒にも等しいほどのものなんだね。さて、それではどうやって魚類は淡水で暮らすことができたのだろうか。その驚くべき適応の一つが、なんと、水を飲まないことだったんだ。淡水魚は生物のメカニズム上、水分を体内に蓄積しやすい。体内に入ってくる大量の水を排出しなくてはならないぜ。ではどうするかといったら答えは一つ、水を飲まないということだぜ。すごい適応能力だね。
また淡水魚は大量の水分を腎臓でろ過し、大量の尿として排出する。さらに生物として必要な塩分だけ、エラから取り入れるんだ。淡水魚は海水魚とは逆とも言える機能を持っているため、淡水で生きることができるんだぜ。本当によくできているよね。ここでようやくキクターリクが出てくるぜ。陸上で生きる準備が整った魚類は、どのような道をたどっていったのだろうか。とても気になる。キクターリクの正式名称はテクターリク、ロゼアエだ。デボン紀後期の約3億7500万年前に生息していたぜ。キクターリクは肉鬼類の仲間だ。肉鬼類ということは魚類になるわけだが、見た目は爬虫類のような両生類のような感じで長く伸びた口はワニにも似ているぜ。魚類とは思えない見た目だね。キクターリクは大きいものでは 2.7 メートルほどもあったと考えられていて、これはワニを彷彿とさせるサイズだぜ。そのサイズの生物が自ら上陸する姿を想像すると恐ろしいよね。そしてキクターリクは、魚類と四肢動物の中間的な特徴を持っていた。体は硬い鱗で覆われていたぜ。肉鬼類の特徴である関節と筋肉のあるヒレが進化したと見られる四肢とその関節、そして首が可動であったという点も特徴として挙げられるぜ。恐竜みたいだよ。胸びれは全身に近く、肘と手首の部分には関節もあった。まだ指はなかったが、手指のような骨格をヒレに持っていたんだ。彼らはその前肢を腕立て伏せのように体を引き上げ、陸上を移動することもできたんだぜ。なるほどね。キクターリクは上陸の条件を兼ね備えていた。彼らにとって、上陸のための大きな課題の一つであったのは重力だったんだ。水中では浮力があるため、骨格、特に肋骨はそこまで発達する必要がなかったが、浮力のない陸上においてはそうはいかなかったようだな。しかし、進化の過程で魚類はこれを克服してきた。実際、キクターリクの肋骨は非常に発達していたぜ。重力に勝つには肋骨が大事なんだ。またキクターリクには呼吸口があり、肺魚と同じくエラ呼吸と肺呼吸の両方を使い分けていた。呼吸口というのは本来は軟骨魚類などに見られる特徴で、基本的にはエラを持っている魚類にはないものだ。陸に上がるのには必須中の必須であった肺呼吸という特徴も、キクターリクは兼ね揃えていたんだぜ。まさに万能型って感じだね。デボン紀という時代の初期には酸素濃度が 25% もあり、現在よりも酸素濃度が高かった。酸素濃度が高くなると、節足動物たちにとっても良好な環境となる。肺呼吸もしやすいので、魚類が上陸するには適していたぜ。いよいよ上陸だね。しかし、この時まだ魚類たちは陸上生活の壁を越えることができていなかったんだ。やがてデボン期中には酸素濃度は 13% 前後まで落ち込んだ。こうなると、節足動物たちでさえも陸上生活が厳しくなっていくぜ。あら、それでどうなったのかしら。この頃は淡水まで上がってきていた魚類たちも、海に戻らざるを得ない状況であったと考えられている。この時には肺を獲得するに至っていた魚類たちだが、そのほとんどが河川の環境悪化のために海へと追いやられていったぜ。ふむふむ。しかし環境の変化は生物にとって新たな適応、すなわち進化の兆しだったんだ。一部の肉鬼類がその発達していたヒレを手足のように利用して、ついに陸上に登ったぜ。もともと彼らは河川が干上がると胸びれ、腹びれを使って陸上を移動できていて、これが適者生存の決定的な要因となったんだぜ。おお、ついに成し遂げたのね。こうして陸への進出を果たしたキクターリクだが、このことは必然であったかのようにも思われるぜ。うん。キクターリクはなぜ進化の架け橋となるのか。ここではミッシング、リンクという言葉を理解しながら見ていくぜ。ミッシング、リンクって何？ミッシングは、そこにいない、失われている、リンクは、連結のことだ。一つだけ輪っかのない鎖をイメージしてもらうとわかりやすいぜ。ふんふん。ミッシング、リンクとは、生物の進化とその系統において、化石生物の存在が予測されているのにもかかわらずまだ発見されていない。隙間に入るべき種やその化石などのことだぜ。なるほどね。通常、生物の化石は進化過程のごく一部しか見つからない。象や馬などのように、核進化段階で化石が大量に発見されていて、その進化の過程が大方わかっているものは非常に稀なんだ。そもそも、象や馬などは地質時代で言えば新生代の生物で、過去1億年未満の歴史しかないぜ。ほう、そうなんだ。それに比べて古生代の生物たちは5億年も前のものなので、それらの化石が発見されることは稀だ。だから必然的にミッシング、リンクは増えるんだぜ。そういうことね。魚類は脊椎動物だ。古生代デボン紀後期までは脊椎動物は魚類までしか存在しておらず、両生類も爬虫類も哺乳類もいなかった。つまり、陸上に適応した生物は存在していなかったぜ。うんうん。魚類は進化の過程で上陸のための条件を揃えていった。
そして生物はついに陸へと進出したんだ。陸への進出は両生類の誕生を意味していた。そして両生類が誕生すると、やがてそこから後の爬虫類となる、有球類、後の哺乳類となる単球類が誕生し、現在の生態系へと続いていくぜ。流れとしてはそうだね。しかし、ここにはミッシング、リンクが存在するんだ。初めて陸に、足をつけた動物として候補に挙げられるのがアカントステガやイクチオステガだ。これらの生物は四肢に指を持っていた。多くの時間を河川で過ごしていたとはいえ、陸上の生活にも適応した種だったぜ。ふむふむ。また少し進化を遡って魚類に目を向ければ、ユーステノプテロンがいる。ユーステノプテロンは肉器類であり、魚類だ。肉器類のヒレは確かに肉質で関節もあったが、ユーステノプテロンは陸上に上がることはできなかったぜ。陸上に上がるための特徴を揃えていないユーステノプテロンが、どうやって陸に上がったの？ここがまさに生物の進化の面白さだぜ。いきなり登場した肺、いきなり登場した指などは進化を考えると少し無理があるよな。必ずこれらの隙間を埋め、その落差を滑らかにしてくれる存在がいるはずなんだ。それがミッシング、リンクであり、今回のピクター陸はその連結部分に当たると考えられているんだぜ。話が繋がったね。実際、ピクター陸のヒレには手首のような構造があったことがわかっている。さらに、肉質のヒレを器用に使えるようにヒレの中には指のように多数の関節があったんだぜ。おお、古生代デボン期には、魚類の進化から両生類が誕生した。そして、ここから生物はこれまでとは違った多様性を見せるようになったんだぜ。ピクター陸が存在したデボン期は、目立ちやすいカンブリア期に負けず劣らず、ユニークな時代だということがわかったよ。ピクター陸たちが、当時自分たちが置かれた環境下で、陸上への進出を選び適応してくれたということが、私たち人間まで生物の進化の系統を繋いでくれたと考えるととても感慨深いよな。ほんとそうだよね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。